今日は12月の20日ですね。まあ残すところもうほんと10日余りということ で今日はですね、私初めて内視鏡検査というものを受けてまいりまして、いやー驚きました。もう超音は丸見えですよね。あそこまで見れるとは思いませんでしたね。で見ながらやるんですよね。でなんか洞窟の中に入っていくような感じで、まあ、痛みはそんななかったですけども、やっぱりぐっとこう来る時もありましたけども、まあ結果はですね、分からない、見ててもなんていうの、あれお医者さんがやるんですよね、多分主治医とちょっと違った方、女性の方だったんですけど、ちょっと恥ずかしかったなという気もするんですが、他のところはね、ああ綺麗な蝶ですねとかって言いながらねわあすごいすごいすごいとかって言いながらやってる男性のね方もいたんですけども、私の担当の方はもう終始無言で、いやなんか俺これやばいのかなと、結果わからないんで、1月の22日今度はね、胃カメラ、生まれて初めてこれも胃カメラですね。でもね、今回ね、本当思ったのはね、多くの人にね助けられているなという思いですね。で医療の大切さ、母親を亡くしましてね、7月に、いやーもっといろいろとね、いい医療機関探して連れてっていればよかったなと、まあ後悔先に立たずでね、もう悔やんでも悔やみきれませんよ本当に。まあそういった点からもね、医療これが本当大事なので、もう何がなくとも医療と健康ですね、こういう町に住むってことは最高なんじゃないですか。だから健康はね、基礎の基礎ですよ。そういうね、魚津市ならではの健康の町、だからスコールさんなんかね、素晴らしいと思いますよ。ああいったものをね、この魚津市民としてね、このもちろん観光医学というかね、今までの医学、まあ、それがまあ一番大事ですけども、その他に健康の知識ね、と食生活、ストレスをためないおおらかな街、こういったものをね作っていきたいですね。これで食べれる、昨日ね一日断食しました。多分生まれて初めてと思うよ、うん、楽勝でしたよ。